Welcome to Gundam Online 実況者のエテビーです。すいませんでした。今回はね、ガンダム、そして陸戦型ジムの後ろにいるね、この2機デザートジム、デザートジムの時代がやってきましたよ。大型ね、アップデート以降ね、やはり銃撃機体が非常に強化されている。まあね、もうだいぶね経っちゃってるんですがね、あのアップデート以降、エテさんはね、ちょっと間が空いてたのでね、その銃撃の恐ろしさってのをね、未だにあんまり分かっていないと、なんでね、デザートジム新しく1機作っちゃいました。もうレールキャノン1本持ちですね。で、キャノンシューターじゃなくてロケットシューターレベル5。もう強化もしっかり済ましております。威力マックスですね。で、今回はこのデザジムと昔からね、持ってたデザジム、この、2機を入れたデッキでいきましょうか。いきましょう。よし。では、ちょっと待ってくださいね。今いるのは、みんな舞台の人かな。アスランさん、アスランさんは違うよね。ね。S メインです。S 勢さんだな、S 勢。で、フェイサー君とね。で、モッチーとね、アキアキトさんとケイ君。行きましょう。準備整いました。はい。では予約。よし。本当にね、デザートジム、そうだ、忘れた。特性強化じゃなくて、モジュールをね、高速装填だったかな。ちょっと待ってください。ちょっと待ってくれや。ちょっとあと40秒とか落ちて、高速切り替えじゃないって、装填装填、リロード時間、これ1しかつけられへんって、ほんまにちょっと勘弁してくれや。なんで量産用モジュール設計図とかマジ持ってないし、まあいいか、行きましょうか。行きましょう。戦闘開始までしばらくお待ちください。マッチングはね、多分今ね、この招待のメンバーにね、召喚がいないので、ある程度相手も同じぐらいの強さ、のマッチングになるのかな。で、マップは安定の、ここか、ここか。もう再官部屋ぐらいかな。オッケーオッケー、召喚はいないと。オッケーだ。ベルファストね、スループ入れたいんですが、ま、今回はね、デザートジムをね、いかにうまく使うか、今後はね、このデザジムがエテポンゲのね、実況にはよく出てくるんじゃないかな。アイテムしっかり使っていきましょうね。やはりね、C 拠点からの、スタートでいいみたいですね。C からの、C からの3でいいかな。
なんか変わってんのこれ。船がいっぱい、船がいっぱいあるぞ。か、変わったんか。目標設定、機体準備完了。発進します。行きます。行きましょう。地球連邦軍の皆さんよろしくお願いします。この船動くぞ。あーちょっと足りんな、ちょっと足りん。くそ。あ、拠点の位置が変わってる。1拠点じゃなくてその下に拠点がないぞ。マジですか。なんか違うくね。なんかあれ、ここにあるよ。うわー、ああ。うまし、うまし。おし、落ち着け。どうしたお前たち。攻めよう、前に行こう。どんどん前行く、もう行くぜ。全然形変わってんね。コンテナどうしようか。コンテナ、あれ、くそ。はい、ブースト切れてる。はい、ブースト切れてます。どうや。よし、このまま攻めていこうか。しっかり確認して。制圧中。あぶね。うわしい。耐えた。ふんやめて。よしどっから撃ってきた今。そこ。しくったー。ありがとう、修理ありがとう。後で V 作戦マニュアルの1ページを上げよう君には。よし、背中がガラキな。この前なら、そこ。せい。じゃあ、よし。やあ。ありがとう。はい。赤いモビルスーツ。シャーク。避けられたー。避けられた。さあ、デザジムちゃん行きましょうか。もうこいつはね、レールキャノンだけしか持たせてませんので、いかにねピンポイント射撃できるか、そこが問題だな。で、爆風拡大のね、今までは爆風拡大のデザートジムを使っていたからね、ちょっと使い勝手は変わっちゃうんじゃない？全然変わるかもしれないけども、うまく使いこなしていこう。くそ！邪魔をするな。さあ、行きましょうか。はい、来た。あー、もう一発。せい！オッケー。これでいい。デザジムはこれでいい。ちょっとね、出すぎたって感じ。今の空中で当てる感じ。まあね、壁があったからこそ、
今のは打てた。うん、さあデザートジュムちゃん行こうか。こいつはね、まああの爆風拡大なんでね、まあ転んだら3点式に持ち帰る、うん、そういうデザートジュムですね。爆風拡大マックスまでね、あの特性上がってますので、爆撃注意、爆撃注意、上からの攻撃、侮るわけにはいかないか。うわ、ここはどこだ。さあアスランザーフ君、うまいところに落ち上がる。えい、耐えた耐えた耐えたそこ、よしよし、一旦帰ろう。さすがにこれはこれで動くのはダメだ、一旦帰ろう。うわー、ここに置かれてますね。外リペアは、あ、びっくりした、びっくりした。下に落ちた。エテスさんがギャンの格闘食らって落ちた。下に落ちた。見てた。見とった。なんか出たな今。敵のエースかな。味方のこれも出てますね。どうする。あ、なんかとりあえず降りてみたけど、よしよしよし、これでいい。これがもう一匹のデザートジム。あー、これはけどもうこれは仕方がない。うん、固定放題のど真ん中に降りてしまった。うん、よし、こっちのデザートジム行く前に一回強襲リークジム挟もうか。安定の強襲リークジム挟みましょう。おしおしおし、うめえうめえ、落ち着いていた。やっぱりね、ガンダムオンライン焦っちゃいけない。うん、ガンダムオンラインはね焦っちゃいけない。ミサイル飛んでるぜ、そっち。アキアキトさん、これよりそちらを援護する。うまし、うまし、どうや、これがエテやぞ、これがエテビーやぞ。やばいやばいやばい、チャージ、どうや、これがエテビーや。ちょっとオーバーヒー、あとは頼みました。一旦帰りまーす。こっちでいいかな。ん？ここの、あ、下か、真下にあんのか。ハイエナ？ハイエナ？そこまでだ。行こう。次はどこから出撃しようか。戦略兵器の起動を確認しました。あ、味方だな。うん、けどこの戦略兵器は半ダメ、半ダメってやつ。よし、まあ安定の3だな。
さあ、強襲陸ジムの、いや、ほんと安定感あるね、強襲陸ジム。そっちに、あのビームは、ゲルか、ジャックだな、ジャック。当たった。おっしゃい、どうや。アキアキトさんがゲルにやられた。オッケーオッケー、そこにゲル、そこにゲル。くそ、怖い。ゲルはさすがに怖いわ。あ、やめとこう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 。ちょっと弾が、 F バズがなくなってしまった。リペアポットはどこですか。ちょっとリペポは、リペポ、リペポありませんか。リペポください、リペポ。しつこくストーキングしていく。レーダーポットナウ。一旦帰ります。アムロ行きます。エースが下に出てるな。あなたみたいな方のおかげで、あなたみたいな方のいるんです。よし、行こう。戦略兵器移動確認。今勝ってるの。うわ、けどめっちゃいい勝負だね。今真ん中でね、押してる風に見えるけど、そこまで押せてない。うん、こいつは回収しておこうね。しっかり回収しようね。ポイチュポイチュだからね、うん、よし。ちょっと、あー、もう砲撃があれだな。ちょっと上からの角度、角度ある攻撃していこう。ロックオン、そこか、ゾゴックか。うわ、これ当てられんな。左にも気をつけて、左気をつけて。はい、いただいた。どうや。ミサイル、ミサイル、ミサイル、どっち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 、よしよしよし。上か、こしゃくな。あいつか。そんなところからこそこそと。う、くそ、あいつらほんと上だな。上行こう。許さん。こそこそするのは得手だけで十分だ。お、え、落ちた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 んかい。吹っ飛ばしてもうた。入った。ほう、やばいやばいやばい、これ当てられる当てられる。ちょっと出すぎたな、これ出すぎた。うわあ、ミサイル注意、ミサイル注意。オッケー、そこにいる。来た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 。うわあ、やめてー、やめてください。ミサイルが飛んでくる。耐えた。ちょっと一旦引こう、一旦引こうね。うん、一旦引こうね。ね、安全なポジショニングを取ってから帰る。うん、また一旦回復してね。強襲陸ジム、今日非常に長生きしてますね。うん、やっ
っぱマゼラトップは非常に打ちやすいわ、この180ミリキャノン、うん、いいね、テさん17位だぜ、今いい感じじゃないか。さすがエテビーだ。怒られるぞ、そろそろ。そろそろ怒られるぞ。ちょっと、あれはなんだ、どっち、あ、ジムキャノンか。モッチーモッチー、それ、はい、来た。そこに、そこに。はい、ハイエナ。いただけません。こっち下らへんがやっぱりね、熱いね。下の戦場が非常に熱い。ケイ君、ケイ君があっちにいるな。気ぃつけて。うわ、いた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 。オーケー、うまし。この距離なら。そこ、あー、惜しいな。せい。なんか当たった、なんか当たった。あ、あー、吹っ飛ぶ。ノックバックがすごい。そこ、ミサイル注意、ミサイル注意。うおお、ありがとう、ケイ君、ありがとう。うわ、すごいな、やっぱり。いや、けどね、これは攻め込むのは良くない。やばい、弾がない、弾が。あ、もういい、もういない、いない、攻めちゃいけない。うん、相手がね、こうしびれを切らして出てきたところを一気に叩く、それがガンダムオンライン。そして弾がない、 F バズがないとね、やはりここは厳しいというか、強襲リグジムの力を発揮できない。うん、引こう、ここはおとなしく引こう。今のエテオなら引ける、引く技術。一時退します。いやー、なんだこの感覚は、まるで、こっちから出ようかな。おいおいおい、トツ来てんじゃないか、めっちゃ撃ってんよ、固定砲台が。ミデアだな。エースが下にいるんだが、エースはちょっとエースしゃぶり機ではないんでね。おお、ついにこっちまで落としたか。いいじゃないか。これどうしよう。迷うな、迷わず撃て。よし、なんだこの感覚は、まるで、おお、落ち着け、落ち着け、落ち着け、来るぞ、そっち来るぜ、ケイ君、ガンダムじゃないか。こっちから回るか。そこ、せい、そこ、おしょしょしょ、何発撃たせんねん、ちょっと。オッケーオッケー、いい、まあね、ちょっとね、コントロールが悪い。リロードして、リロード、しっかりリロードして、来るよ、来るよ、しびれ切らし、来るよ、来てるよ。弾がない。ああ、もうこれはダメだ、これはしれっと回避する。壁にこう沿って、壁にこう沿ってシュレット回避。彼らは何者かに利用されているのか。そう、ガンダム行きます。
ラストキル、ラストキルだ、ラストキル、そこ。やりました。いいね、いい感じでした、非常に。うん、やっぱりね、強襲陸順安定感あります。珍しく15位。うん、お、なんかまたポイントのなんかあんのかな今。出撃ポイント達成報酬、はい、6ポイント稼ぎましたね。あー、みんなの順位見んの忘れてたな。しまったしまった。うん、そっか、また出撃ポイントのなんかそういうイベントがあるんだったらいっぱいやらんとな。前のウォルフみたいな時のやつかな。うん、まあね、本当に召喚部屋じゃなかったらね、うん、そこそこ戦えるエテです。はい。やっぱりね、違うね。うん、はい、では今回はアースランザラさんとフェイサーくんとモッチーとアキアキとアキアキトさんとゲイコでした。はい、ご視聴ありがとうございました。